今日もね、やっていきたいと思います。よし、行こうか。とりあえずね、このレオリックの王冠、フレンドさんからいただきました。助かります。おい、じゃあね、とりあえず、ここか。だいぶね、風の方も落ち着いてきました。ワーザムの北にあるアラネアの洞窟に入れ。OK。行きましょう。Yeah。 壊しまくり。なんかあるのかな。めっちゃ速くなってたよ。ここか、ここ。オーマイガー。いいの。ここか。アラニアの洞窟探すのね。オッケー、オープン。オッケー、ゴー。これは名誉の問題だ、躊躇はいらぬ。オッケー、ワードの。おっと、敵か。OK。 壊れんぞ、まあいいや。出てくるか。どうじゃ、冒険者よ。ヘロ。上等な薬や染料はいらないかね。安くするよ。見ていってくれ。オーケー。ところで一つ頼みがあるんだ。ほうほう。下の洞窟のあたりにおかしな奴がいてね。うん。自分の血を甘くする薬が欲しいんだとか。そんな薬あるの？これを持って行ってやってくれ。あるんだ。ほう、オッケー。あ、はあ。ここ、その他がよくわかんないんだよね。いっかな。まあ、修理して。ありやす。いけないか。闇との戦いに助力してくれて礼を言う。オーケー。テンプル騎士団にとって悪との戦いは大きな意味があるからな。私の敵にはならない。雲の糸が。と。でけえ。よーし。あ、この人ね。錬金術師からこの薬を預かってきた。いや。これだ。これで女王は私を受け入れてくださる。女王は血吸ってほしいのか。私の血が一つになるのだ。女王が歌っている。奥から歌声が聞こえるぞ。オッケー。あれ。じゃあ、中に入るってことね。アラネア、アラクネの、なんか、この発音の違いとか、そういう感じなのかな。大気に恐怖の匂いが漂っている。いや。悪い予感がするな。オッケー。敵なんでしょ、これも。違うんか。これ、割れないな。まあいいや。音が聞こえてきた。あれやり。オープン。オッケー。
出てこんな。カモン、行き止まりか。特になんもないな。入り口だけだね、これが割れて出てくるのね。あ、なんか青色の。おいえ。あ、グールもいるんだ。オッケー。静かになったと思ったら出てくんね。なんかあるぞ。ちらっと、これなんだっけ。ほう。おっ、すごい。25% アップ。うわ、めっちゃ出てくるわ。いやー、なんかフレンドさんのおかげさんで、なんかね、レジェンダリーアイテムもらったんで、ちょっとなんか昨日より強くなった気がする。これ HP 回復。おう、ハロー。静かすぎるぞ。なんか参加しません。こっちだね。おっと、来たね。強いな、このなんか地味な感じだけど、個人的にはなんかグレネードのやつが楽しかったんだよね。オッケー、オッケー。おっと、びっくりした。ノープ。イエー。憎悪が足りない。オッケー。めっちゃ多いね。オッケー。オッケー。行き止まりか。まあ戻りましょう。あれ、ここも行き止まりか。マップ、あっちね。オッケー。でここはとりあえず歩いて、こっからだよね。お？私もかつては平凡な人間だった。さっきの人じゃん。触れられざるものだった。雲に食べられたい。女王の声を聞くまでは、あの時私は彼女にいかに仕えるべきかを悟った。こういったのだ。女王を脅かす者や女王を創造した闇の力に敵対する者は滅ぼさなければならない。なんだと？
私は選ばれたのだ。来たぞ、なんか来たぞ。はい、結構強いな。 OK、 スパイダー、うわ、コールか。いい感じにバックステップ。なんという化け物だ。なんだと。で、まあこっちのルート行ってみましょう。なんか触った形跡あるね。触っててね。とりあえずちょっとここ行ってみて。突き当たり、あ、降りれるね。まあ行ってみましょう。行き止まりかい。戻るか。うん、じゃあ結局あそこのとこ上行くのかな。なんか雰囲気はいいね。 OK、 めっちゃ減る。まあ、こう行くわな。よし、来たぞ。いいもん、大砲艦へ。トリストラムのボートたちから我が邸宅を守れ。これは最優先事項だ。東にある洞窟は我が土地に近すぎる、うん、この洞窟は誰も通れぬよう完全に塞がなければならぬ。おっと、大司教ラダレスは魔法をかけた雲を洞窟に配備したい。あの雲は立派な番人となってくれるだろう。撃て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 、あってぞ。OK、 よし、確認してみましょう。あー、いいね。俊敏性プラ22、つけとこう。まあ武器はいらんな。オッケー。何？スパイダーリング。オッケー。もういないか？じゃあちょっといるな。まだ風邪が治ってないっす。急になんか出てくんだよね。オッケー。
なんかローディング入ったよ。新しいイベント、呪われた宝箱を上空へ。経験値めっちゃ馬なんだけど。お前だ。オッケー。100体倒して。12キル。どんどん行け。闇が待っているぞ。多すぎでしょ。あれあれあれ。頑張れ。あ、もう100体超えたね。イベント完了。めちゃうま。バイクトラップ。あ、ハウリング、ハンガリングアロー。オーペン。使い魔。うお、使い魔来たよ。オーペン。よし。いろいろ見てみましょう。ほう、パッシブ。闇より渡りガラスを召喚する。で、スキルゾーン、まあいいや。三角、そのちょっと三角、ああこれがね結構良かったんだね、避けるのにね。スパイクトラップ、罠を設置する。罠は起動後に敵が触れると爆発する。やっぱこれだよね。これが結構使いやすいからね。あとはこれか、丸ボタンのスキルが新しいスキル。これ覚えたの。貫通してこれか。さらに別の敵を刺す、探す矢を発射する。あ、結構面白そうではあるね。装備しとこか。個人的にはこれが一番好きなんだけどね、グレネード。まあこんな感じで行きましょう。試し撃ちがして、階段か。女王が受け入れてくださった。おいえ、愛の抱擁を感じるぞ。オーマイガー。人それぞれなのだな。ああ地味だね、この貫通。まあだけど遠距離攻撃としてはいいのかな。貫通した後にあの誰かを探して次のターゲットを探すっていう。ああ明らかに、まあいいや、どんどん行こっか。チェックポイント、行こう。どんなボスが。お願い助けて。あの女王は獲物の腹渡をすするのよ。待って、そんな、もう手遅れよ。聞こえる、あの女王雲が来る。女王雲。おっと、びっくりした。案外ゴリ押しでいけるか。貯めて。いいね。オッケー。また来た。
いけるね。どこ行った？あれあり来た。終わるか今回で。オッケー。女王の毒液を使ってこの糸を溶かして。急いで。もうこんなところは嫌。気が変になってしまいそう。どうだ。ありがとう。こんな恐ろしい場所は早く出ましょう。まあ行こうか。行けないんだけど。わお、クエスト完了。辛いな。あんな風に捕らえられて本当に恐ろしかった。あなたが来てくれたことを神に感謝するわ。でもここで何をしているの？教団にさらわれた男を探している。教団？連中がレオリックの邸宅に誰かを連行していくのを見たわ。それだ。きっとその人のことね。あ、でもあの邸宅に行くには少し問題があるの。大きな声では言えないけど、カズラ族のまじない師が使っている杖を私が盗んだのよ。そしたら奴らが怒ってこの洞窟まで追いかけてきたの。杖は高原にある私の荷車に積んである。その杖をカズラ族の防壁まで持っていけば通してくれるかもしれない。はいはい、まあそんな感じで杖を探せと。ここもかつては王国だったのだ。びっくりした。よし、こう。で、ヤタガラスってどういう効果だっけ？あ、パッシブなんだ。なるほど。まあまあ、いい記念だ。一回戻ろう。ニュートリストラム。で、戻って。まあ、修理。全部。オッケー。あとね、装備。まだいいよね。まだいいよね。とりあえず更新するのはないか。あ、これあるね。ほう。防御力は上がるけど攻撃力は下がっちゃう。まだいいや。この辺の更新分もないしね。レギンスも全然強いしな。 OK、 全部分解で。オッケー。まだ使えない。オッケー。じゃあさっきのとこ行きましょう。再開。よし、行こう。いやはや、ちょっと待て、こっちに何かあったぞ。25% 減少。よえー、いっぱい出てきたぞ。こういう時にこの矢がね、役に立つんでね。地味に弱いけど。まあ弓のこの地味さがまたいいんだよね。
OK。 今ので全部だ。カラス好きだからなんかちょうどよかったね、このヤタカラス召喚は。で結構ね、あのマップがランダムって聞いてるんで、このフィールドマップもある程度ランダムなのかな。やべ、でかいの来たよ。あー、やばが必要だ。やばい、逃げろ。やばい。おっと、来たな。オッケー。まあいい経験近すぎになるよ。終わりだ。オッケー、戻ろう。聞かねえよ。イエーよっしゃ。Next. Okay. ディアブロ3なんかほんと面白いわ。なんかこの感じがたまんないよね。まだ全然始まってもいないんだろうけど、まだアクト1だからね。 Thanks。 おっ、入るぞ。13キル達成。あれ、なんかゴロゴロしてるよ。明らかにあそこの通りだよね。ガンガン行こうか。ここカウザーナラーシュ、お前さあ、サブカッシュ。はいはい、探してきますよ。早くか、なんか、風治らんかな、本当に。薬飲んでね、あったかくしてんだけどね、なかなかね、咳だけがね、治んないんだよね。雨が来ました。OK。オッケー。で、なんかの荷台って言ってたよね、カズラの杖。分かってるけどさ、あった、ここか。オッケー。おっと、また強めのボスが来たよ。
OK。もっと全てが上がるね、装備。ちょっと装備。切り替えで。ベルト。いいね。これは鎖カタビラ。まあそのままでしょ、ここは。いらんね。オッケー。あ、宝箱発見。この宝箱がしょぼ。え、なんか洞窟発見したよ。月の時速洞窟レベル1。まあ寄り道していきましょう。雰囲気いいね。もっと欲しいか。くれてやる。まあ雲とミックスなんだ。もっとレベル上がりそうだよ。よっしゃ、レベル18。なんかいろいろ覚えたね。その前にちょっとこれ。チャクラム、回転する葉を放ち、ツインチャクラム R2 か。敵を移動不能にする。まあいいね、これしとっか。これで OK。 ほう、どうだろうね、強いのかな。まあ行くしかないよね。あ、まあ強いね。いやー、いい感じ。回復の泉か。いい感じ。我々の想像を超える強敵が待ち構えているぞ。ボスか。この試練にはもっと大きな意味がある。それが何かはまだ分からんが、意味などここでは見つからんさ。おっと、来た。こっちは行き止めか。 OK。 で、
どうだ。うん、なんとか。ソケット付きのアイテム、空きスローソケットのあるアイテムを入手しました。へえ、なるほど。とりあえずね、所持品のこれに、うん、ダメか。今ここではつけれないのかな。おっと、強めのやつ来たね。ソケット1、ああ、いいね。こっちつけとくか。OK。これ、盾を入手したってことか。OK。強えぞ。ダメージ2倍。レア。なんだ？うん、こうしとくか。いい感じ。いろいろ入手できるね。もっと出口だね。おったぜ。全然回避できてねえよみたいな。まあただ、一応こっちが行こう。いやだけど初めてなんかレアなもんが出たね、さっきね。これが出るね。OK。 じゃあ戻りますか。うん、楽しい。じゃあ行きましょうね。こんな感じになってきました。まあ一回行った場所ならば出るんだよね、矢印が。何も出ねえぞ。よし、到着。悪霊は我らのものだ。おっと、来た。通常ショットが使いにくいな。聖なる裁きだ。
いやーこっち、あうわうわ、あぶぶぶぶ、いいねこれ。イエーいい感じ。憎悪が足りない。ちょっと待って、なんだ、ちょっと待って、なんかおっしゃ、行こう。中庭を探す。向こうって。ああ、レア的な感じですか。たまにいるよね。ランベルジュ、あのこれもいいけど、バーバリアン系もちょっと遊んでみたいな。まあメインはこのデーモンハンターって感じですけどね。すごい音が響いて、戦いの部分。お、ここか、到着。私を守れ。一瞬で終わったぞ。話聞かないかんかったみたいな。憎悪が足りない。 OK、 まだ使えない。バイバイ。憎悪が足りない。アイテム取りまくりで、めっちゃいるな。憎悪が必要だ。もっと憎悪をくれ。働くに終わりはないのか。あ、これ破壊するんだな。ちょっとこれね、門が閉じたぞ。OK、 まあ一通り全部壊していくって感じなのか。白昼に悪がはびこる。悪は光を恐れるのではなかったのか。真の悪は光を恐れない。しかし光は悪にとって敵の象徴でもあるはずだ。まあちょっといろいろ壊しに行きましょう。なんか変なのいたぞ。ダーク様弱いな。特に何壊すもないのかな。それで終わりか。
メイヒン。あれ。いい調子だ。オッケー、レベル上がった。本当いい調子だ。スキルカテゴリーアンロック。ラピッドファイヤー、ルーンワークス、フロストショット。これの。あ？あ、ラピッドファイヤーのフロストショット。あ、いいね。これは？出生、速度、これもいいね。最大値が上昇する。でも、これでいいや。やたガラスで。今回は。活性化。なるほど。オッケー。スキルアノック、ストレイフ。いろいろスキル覚えてきて。ああ、いいね。クオリ。さまな。オーケー。でまた面白いのがね、これいつでも町に帰れるっていうのがいいよね。久々だな。で、ここに来ると。呪われた邸宅か。彼らは皆無理やり連行されてきたんだろうな。周りから攻めるか。行き止まり。あ、いっぱいいるね、サマラ。前方に手強そうな敵がいるぞ。行動を遅くして、なんか変なバー出てんだけど、あ、なんか入り口があるね。こっち側も南側もザコいな。特になんもないか。邸宅に入れ。わかりました。チャレンジ山歩き。邸宅を探索し、死は完備なり。オッケー。オッケー。お、宝箱発見。開けていくぜ。オッケー。何もなしか。南側の部屋を探索しよう。
なんもないの。闇の強だ。この遊戯に新たな駒が加わった。何？リアという名の女だ。我がミッテーラの報告によると、カルディウムの砂漠に潜む魔女エイドリアの娘らしい。へえ。この知らせを直ちに主に伝えよ。魔女の娘。封印されし能力がうんたらこうたらとか言ってたね。食い止められない。あの力、人間のものとは思えないぞ。なんだと？ならば死ね。ベリアル様が貴様らの犠牲に報いて来たぞ。待って、死ね。足止めしろ。私は地下でこいつを始末する手はずを整える。ちょっと待て。生きてか。血の海に溺れるマグだ。クエスト終了、完了。奴ら、恐ろしいことを。楽にしろ、もう長くはない。ボロをまとった囚人を見なかったか。あの黄金の目をした男のことだな。マグダがレオリックの拷問部屋に連れて行ったよ。なんだと？この地下だ。あの女は必ず仕留める。しゃあ行くぜ。その前にちょっと待って、こっちの方なんかないのかな。ないね。OK、行こう。よし、行こう。あ、一回帰ろう。レオリックの邸宅。ちょっと待ってね。戻ってきました。一回ちょっと装備確認しましょう。これも更新する分が、ショルダー、これ。あ、いいね。ジャンク行き。これも、いいね。で、これもまあいいや。オッケー。全部やってた。まあ聞くことないな。お、リア、星印ついてどうしたの？まだ小さかった頃から失われた伝承や遺物を求めておじさんと一緒に世界中を旅した。古代の寺院や地下室を巡るのはとても楽しい経験だったわ。おじさんに育てられて幸せだったわ。おかげでいろいろなことを学べた。でも今となってはわからない。研究への情熱がおじさんからも私からも多くのものを奪ったから。なるほど。戻ります。よし、行こう。大丈夫か。悪の本性がむき出しになっているな。あちちちち。まあ明らかに氷装備、氷攻撃が良さげだよね。そいつを連れてこい。肉を削いで。頑張れ頑張れ。
悪意のようなものが私の心を奪おうとしている。何者かの声が身の毛もよだつような行いを私に命じる。そして自らの肉体が思うままにならない瞬間があることを感じる。何？ラザルスは何か知っているはずだ。気づいていないと思っているのだろうが、彼は近頃妙な目つきで私を見ている。ケルの門の扉。まあ火が出てるうちは出てくるんだ。憎悪が足りない。 OK。 こいつらがやべえ。ファイアボールはやべえ。どうだ？おお、イエー。ゾウが必要だ。やばい。まあ、こっち側でちょっと戻りつつ。特になんもないね。よっしゃ。オーケー。内側も気になる。北側見てみようか。行き止まりか。あって。やばいやばいやばい。オッケー。頑張れ。なんとかいけるか。ゾーンが足りない。よっしゃ。オッケー。死んで当然だ。あ、そういえば盾とかそのまま売っちゃってたけど、従者に装備させれるんだ。どうだ、こっちは。もう宝箱発見。OK。
評議会は再興を訴えたが、この王国への謀反に加担した者の処刑は続行する。おそらくは評議会の連中も打擊すべき裏切りを計画しており、私の目が彼らに向くことを恐れたのであろう。今となっては信じられるのはラザルスただ一人だ。よし、ちょっと見てみようか装備。更新しとこう。これも更新だな。どう違うの？ニアード拡大。あはあはあはあ。まあ防御力上がるからやっとくか。OK。あ、あと従者ね。特になかったな。なんだ？よっしゃ、消滅。あ、ここに繋がるのか。の物語は若い時に聞かされた。だがこうして自分の目で見るとなると、やはり物語とは違うな。まあそうだな。キラキラ光ってる。ルシオン。行き止まりだったぞ結局。上がって左か。こっちね。明らかになんか即死級のダメージ食らったりするのかな。あ、ちょっと。ちょっと食らってみようか。ああ、こんなもんね。OK。静かになって武器。 OK。 ローが必要だ。やべ、二人つけて。物足りないな。
Okay. うん、目的地が見えたね。なんかレベル20になったらなんか解放されるなんかあったよね。わお。ここね。まあ、こっちから行っちゃうよね。下がれ下がれ。切れるの早いな。また光が強くなった。 OK。 パッシブスキルスロット解放。エレメンタルアロー、アンロック。これはスローまたは霊気に包まれた状態の敵に対するダメージが 20% 増加する。でここは何を置いた。敵を貫通する炎の矢。今がラピッドで、でアイスフロストでしょ。これが炎の矢、エレメンタルアロー。うお、強そうだな。まあだけどこの現状なら氷に氷のパッシブスキルアップみたいな。まあ強いな。どうよ。行きましょう。私を屈服させようとする闇の力をようやく振り切ることができた、うん、今私の目には真実が映っている。アルブレヒト王子をかどわかし、私の心を萎えさせようとする不作法な町民どもの企てはとても許せるものではない。女子供を串刺しにしてやる。連中の目を覚ますだろう。ご乱心を。なんか変なマークあるね。
レジャーゴブリン。特にレアらしきレアはアッシュ。もっと死体が必要だ。お前は召喚士たちがいつでも自由に悪魔を呼び出せるとでも思っているのか。血がそれも新鮮な血が必要だ。なるほど。それから魔力を高めるために人間の肉も忘れるな。速やかな返答を待っている。どうや。なんかいそうだな、あんな感じ。合いそうだな。長期戦に備えろ。頑張れ頑張れ。長期戦に備えろって言ってたけど。オッケー。なんかもう一回戻るか。ニュートリアム。金が欲しいなら次は盗賊を連れていくんだな。うん。ですね。お、ようやく。ちょっと攻撃力落ちるけど。防御力上がるからやっとくか。ジャンク登録して。であとは純粋に強いな。よし。じゃあ戻りましょう。食らうよねやっぱり。で今度はこっちか。
またなんか荷物が届いてるぞ。OK。 いかんともしがたい事態だ。念のためもう一度言っておくが、今すぐ生贄が必要なのだ。村人が高原から逃げ出しただとか、生贄にする者が誰も残っていないだとか、お前の怠惰な言い訳にはうんざりだ。何？OK。 考えろ。出なければお前の皮を剥いでやる。矢印が出てますね。よし、こっからですね。ここか。こっちは特になんもないのかな。あるな。どんどん蘇ってくる。憎悪が足りない。よし、行こう。チェックポイント、呪われた官房。なんか外に出たらホッとするね。感じ。どうした？あんな化け物連中に俺の商品は売ってやらないぞ。あんたの脇尻顔も気に食わないが、
せっかく来てんで、ちょっと見ていくか。うん。ちょっと強いけどね。これが何も装備してないんだ。まあこれ買ってもいいよね。上がほのけスキルダメージプラ7生命力、これじゃで、あとはこんなもんか。じゃあ先急ぎましょう。上から見たらなんかめっちゃ敵いたよね。ここか入り口は。私はアシラ、かつてはレオリック王の王妃でした。しかし正気を失った王により召使いともども処刑されたのです。 Oh my gosh. 勇者よ、私の祝福を与えます。召使いたちを英豪の苦しみから救ってください。私はアシラ、かつてはレオリック王の王妃でした。しかし正気を失った王により召使いともども処刑されたのです。勇者よ、私の祝福を与えます。召使いたちを英語の苦しみ、王が必要だ。神がようやくこの苦痛から解放してくださる。でここね、バカな人を支えよ。貴様は何者だ。なんだ、どうした。こっち行こうか。なんかいたぞ。どうよ。これでようやく解放される。あとこの真後ろだね。あ、6人か。バカな人を支えよ。人間がいるぞ、生きて返すな。なんかあっちにいっぱいいるな、強そうなのが。これでようやく解放される。ここで最後か。自由だ。勇者よ、礼を言います。Yeah. 召使いたちは解放されましたが、この場所はまだ呪われています。地下牢の中心で万人を探し、この悪事に終止符を打つのです。OK、 像が足りない。やべ、爆発。で、なんかとりあえず装備これと、変えちゃおう。 OK。 まあその前にちょっと先こっちの方を探索したいよね。ここには何が、
それか。まあ経験近くで。うまっ、もうレベル上がる。入れてて。おーいえ。またではレベル上がったぞ。スキルがまた解放された。5秒間ダメージを与えるごとにライフを得る。こう。これもなんか覚えてない。ああ、いいね。これが結構強いね。オッケー。で、すげえ。ちょっとずつ接近しております。万人を倒せ。ボス戦ってことだ。他に誰もおらんのか。私が手を下さねばならぬ。いいだろう。来た。炎が罪を食えるがいい。やばい。まだ使えない。頑張れ頑張れ。エイトレッドが不足してる。まだ使えない。いける。オッケー。で、あ、もう場所発見したっぽいね。この下か。チェックポイント。おいおいおい、クロスボウ。うわ、めっちゃ強え。より囚人を連れてきました。
ありがとう、ラザルス。裏切り渦巻くこの王国によって、お前の忠誠は何者にも代え難い。我が愛しの妻にして王妃よ。お前まで私を裏切るとは。誓って、あなたを裏切ったりなどしておりません。あら。最後の瞬間まで嘘にまみれたままとは。高潔な女性の悲惨な最後か。レオリックを撃てたことを誇りに思うぞ。我が主君の目覚めの時が近い。愚かなレオリックが我が主に抵抗できたのは、まだ主が完全な力を取り戻していなかったからに過ぎない。王妃を裏切り者として始末した今、考えるべきことはただ一つ、我が主の器となる王子のことだ。なるほど。よしこ、王冠を授かる権利は光によって与えられる。王冠を失わせるのは堕落した心の闇だ。よっしゃ、行くぜ。貫通のやつ強いけど、なんかあれだよね、なんか無駄なとこに飛んでってる感じがあるからちょっと寂しいよね。なんかあるぞ。静かだな。これがやばい。OK。じゃないか。強いぞ。うわ、完備なり。いい感じ。またゴールデンアクスに出てきそうな。OK。
間。あ、発見。ボスか？流血の予感。リアは今頃トリストラムであの老いぼれのために涙を流しているのであろうな。そして今度はお前のために泣くことになる。いでよ、ブッチャン。ブッチャン、肉屋さんか。はい、行きましょう。まだ使えない。死ぬがいい。あっち。あっち。やばいぞ。やばい、これがやばい。難易度ハードなら死んでた。終わったな。フィニッシュ。なんか出たぞ。こっちもレアも出ますね。では何が出たんだろう。あ、これか。イエー、ゴールドベスト、いいね。はい、送ったよ。届いたかな。で、靴も、まあいいね。これはまだ超えれないね。まあいいや。オッケー。謎の男を探せ。囚われの天使。めちゃ血を引きずった感じの跡が。
おいおいおい、止めろ、何としても止めるんだ。もうなことがない。剣を取るのだ。剣、思い出したぞ、yeah. 私はかつて天界の天使だった。正義の化身だったのだ。私は、私の名はティラエル。ティラエル、クエスト完了。でおかげで記憶を取り戻すことができた。私は警告を伝えに来たのだ。地獄に残っている帝王ベリアルとアズモダンがこの世界への侵攻を始めた。ベリアルはすでにカルディウムにその魔の手を伸ばしている。何者も私を止めることはできない。奴らを返り討ちにし、ムクロの山を築いてやろう。急ごう、トリストラムに戻り出発の準備をするのだ。オッケー。いやー、到着しました。話すことがあるみたいなんで聞いてきましょう。あんたの目を見ればわかる。どうあっても俺の父親に何があったかを聞き出そうって魂胆だな。人が狩人になるのは誰かを失ったことがあるからだ。私に話してみろ。そうだな。父は祖父の汚名を晴らそうとしたが、誰も耳を貸そうとしなかったんだ。それから一週間経った夜のこと、トリストラムから避難してきた連中が復讐に来た。父は逃げろと叫んでいたよ。その後、大勢の人間の不気味な笑い声が聞こえてきて、ジャスタスが俺を窓から逃がしてくれようとしたちょうどその時、父が階段を上がってきた。背中には2本の短剣が刺さり、首には鞭が巻かれていた。その時の記憶に今でも苦しめられているのだな。なぜわかるんだ。言っただろう、皆誰かを失っているのだ。お前だけじゃないんだ。よし、ティラエルに話しかけましょう。友よ、時間がない。こうしている今にもベリアルの闇がカルディウム中に広がっているのだ。どうやってベリアルを探すの。探す必要はない。マグダたちがベリアルの元へ導いてくれるだろう。でもデッカードおじさんにお別れを言うのが先よ。手厚く葬ろう。復讐はその後だ。東方への道案内をしてくれる大将を呼んでおいた。おう、出発の支度が整ったら大将の頭に声をかけてくれ。ケインの葬送もその時にしよう。なるほど。まあとりあえず準備しようと思ったけど、その前にね、手紙が。指輪。で、ちょっと指輪をね、鑑定ですね。何、住所どうしたの？レベル20になったから覚えれると。リソースさせ、回復量を増加する。クールダウン30秒。あなたのライフが少なくなると。お、いいね。よくぞ選んだ。よくぞ選んだ。うん。どうでしょう。レオリック、印象の、印象指輪。ほうほう。余ったのはこうやって渡せんね。あ、さっき買っときゃよかったね。首のやつね。とりあえず、まあ、分解しに行きましょうか。
分解。イエーイ。こんなもんか。よし、じゃあ話しかけましょう。友よ、カルディウムに出発するかい？はい。これ第一章が終わって第二章って感じだね。ただのおとぎ話よ。おじさんは真実と思っていたけど、この世界のために犠牲になったのだ。志半ばにして。犠牲？あなたに何がわかるの？知られる。イニシエの定めにより、我々が人間界に干渉することは固く禁じられている。お前は意に介さぬようだがな。私は正義を成したまでだ、インペリウス。あなたは玉座の陰にこそこそと隠れているだけではないか。黙れ。窮地を犯した裁きを受けるな。裁くことはできぬ。正義を司るのはこの私だ。我らの力はいさかいのためではなく、罪なき者たちを守るためにあるのだ。だが天使の掟がそれを阻むというのであれば、私は兄弟であることをやめよう。オーマイガー。そうだったのね。あなたは自分の意志で。貴様。なぜなら人間こそが唯一の希望だからだ。でけえ、手がでけえ。信じてあげられなかった。作り話だとばっかり。おじさんが果たせなかった使命。私が後を継ぐ。が訪れた。次の目的地はカルディウム。東方の大都市だ。この町は残る地獄の帝王の一人、ベリアルの魔の手に落ちている。私が必ず解放してみせる。と到着しました。いいね、雰囲気が。
checkpoint. ついたわ、カルディウム。東方の宝石と呼ばれる町よ。デカードおじさんはこの町を愛していた。ケインもこの町が欺瞞の帝王ベリアルの術中に落ちるとは思わなかっただろう。奴の匂いが漂っている。ここで別れよう。あなたたちはベリアルを探してくれ。その間私はマグダを追い、ケインの仇を討つ。カルディウムのバザールに行け。私は生まれてからずっと町を出たことがありません。宮殿の外へさえ出たことがなかったのです。ここへ放り出された時、もうダメかと思いました。恐ろしかった。でもこの眺め、世界がこんなに大きいなんて思ってもいませんでした。なんと美しいのでしょう。美しいな、本当に綺麗。カルディウムに戻るのは辛い選択だったろうな。二度と戻るまいと思ってたが、まあご覧の通りさ。父親の身に起きたことのせいか、俺自身に起こったことのせいさ。癒えない傷ってのはあるもんだし、そういう傷を引っかいても仕方ない。そうだろ。それに気候も合わないしな。防御力85。まあお金もあるしやっても。完了。76。これは必要ないか。あ、いいね、これ作っとくか。素材は腐るほどあるよ。 OK、 いいね。あとうん、よし、まあ装備しましょう。今できたのね。うん。で。修理するものはない。品物が入ったの。小さいからって甘く見ないで。私から物を盗んだら痛い目を見るわよ。あ、盗めるんだ。まあいいけどさ。まあここで素材が売ってるわけね。買うもんないぞ。落ち込んでいるようね。私が力になってあげましょうか。落ち込んでなどいない。マグダと邪教徒を滅ぼすのが楽しみなだけだ。楽しみですって？じゃあ、あんたが怒ったらどんなことになるのかね。地獄の帝王が全人類を蹂躙しようとしている。だからってあんたが笑っちゃいけないということにはならないわ。教団邪教徒が砂漠で悪行の限りを尽くしてる。
奴らには苦痛に満ちた死を与えてやって。 OK。 悪魔とつるむ者に容赦はしない。だが奴らは砂漠で何をしているのだ。あんたを罠におびき寄せるために婿の民を拷問し虐殺しているのよ。こんなことを許してはダメ。エンチャントレス、若さに似合わぬ魔力を秘めた娘が今日あんたを助けに来る。きっとあんたの役に立つわ。丁重に迎えてやって。なぜ私に助けが必要となる。何が起きるのだ。邪教徒があんたを待ち伏せするつもりよ。まあお決まりの手だけど。さっきまでヘイドリックと話してたんだけどまだ悲しみを認めようとしないの。もっと人に心を開けばいいのに。私に心痛を打ち明ければそれだけでも随分楽になるでしょうに。終わりか。カルディウム、おじさんが私に残してくれたものは全てこの町とつながっている。おかしなものね。おじさんに初めて会った時私はほんの子供だった。今あの人の死が重くのしかかっている。全てはおじさんの言う通りだった。手遅れになる前にベリアルを止めなければ。スコーントレル、これなんだ。やっぱり俺の助けが必要だろ。ああそういうことね。共に名誉を追い求めよう。まあお前の出身はどこだ。海沿いのキングスポートだ。商船の船団と臭い魚だらけの町さ。行ったことがある。職は何を。当時は職にあぶれていたんだ。どうせ人には言えない仕事をしていたのだろう。まさか。俺は世界で一番正直な盗賊だぜ。手配書、人の拳ほどの大きさの火色の異物。2ヶ月前商人ギルドの銀行にヌスットが入り上記のものが盗まれた。数人のヌスットを捕らえたが彼らは異物を所持していなかった。異物の持ち主は盗難にあったことを大いに嘆いており、無事取り戻した者には賞金を払うと申し出ている。なるほど。なぜ女を追いかけ回して人生を無駄にする。無駄だって。最高の時間の使い方だぜ。すぐに捨てるだけではないか。一人いたのさ、愛した女が。でも俺の方が捨てられちまった。だからといって出会った女すべてに手を出す理由にはならない。本当だな。たまには女の方から誘うべきだよな。誰から戦い方を学んだ。小さかった頃兄貴が教えてくれたんだ。兄貴はクロスボウが俺向きの武器だと考えた。もしひどい状況になっても逃げ出せるからな。クロスボウは臆病者のための武器ではない。気に障ったかい。黙れ。兄はどうしている。まだキングスポートにいるよ。当分の間あそこを離れることはないだろう。でどうして盗賊になった。そいつを話すと長くなる。それに恐ろしい話だ。耳を塞ぎたくなるような。欲しいものを買うだけの金がなかったのだろう。そんなところだ。もっと理性的に行動するんだな。あの女だって理不尽な女だったぜ。自分の選択に疑問を持ったことは。選択の余地などなかった。物事が自分の思い通りになった試しがないんだ。それが人生だ。思い悩むな。貧民街で育ってたとしても同じことが言えるかい。誰でも言いたいことを言う権利がある。で会話するとこはないね。ちょっと派手なハートマークあってね。そしたか。おい、寄ってきな。新しいブスを仕入れたの。品物についてた血はもうほとんど拭き取ってあるぜ。
これいいね。これ従者に装備させよう。これが欲しかったのだ。本当に？いにしえの恵みにより汝の魂に安らぎと正義の栄光のあらんこと。 Thanks。 まあどんだけ広いかと思ってちょっとビビったけど、そこまで広くなかったね。あ、こっから広いんだ。衛兵よ、なぜここに難民がいるのだ。衛兵ではない。私はアシアラ、鉄郎団の指揮官だ。我々はマグダの教団からこの難民たちを救ったが、教団は国境地方のあらゆる場所で牢石の限りを尽くしている。私はニュートリストラムからマグダを追ってきた。あの女はどこにいる。あの女はアルカーナスに向かい街道を遮断した。だが他にも道はある。カシム前哨基地を通っていくのだ。この者たちはアルカーナスの邪教徒の手から逃れてきた故郷を遠く離れた難民たちだ。なぜ彼らは町に入らないのだ。町の中なら避難場所がもっとあるだろう。うん、この得体が誰も中に入れようとしないのだ。難民にとっては死刑を言い渡されたも同然だ。鉄郎団は傭兵部隊だったが、ある時ザカラム教団の司祭たちによる皇帝ハカン一世の世継ぎ探しを手伝ったのだ。それ以来我々は皇帝陛下の近衛兵団となった。だが数ヶ月前、最初の難民たちが到来してから全てが変わってしまった。市民を難民から護衛するために新しい近衛隊が設立されたのだ。我々は砂漠で邪教徒や魔物どもと戦わされ、そして最終的には近衛隊に地位を奪われた。この辺の人は話すことができない。全員を町の外へ追放したんだって。私たちと一緒にここに足止めされてるみたいよ。まだこの世にも正義があったんだな。正義だって。確かにあいつらは横兵でいけつかない連中だが、今夜ばっかりは気の毒だぞ。今夜何があるの。あいつらは俺たちが見たこともないような宝石を身につけてて、そんな状態で眠らなきゃなんないってことだよ。ふん。どうした。ディライルと私の調査で鉄郎団が砂漠でマグダと戦っていることが分かったわ。皇帝は鉄郎団の代わりにこの隊を設立し、市内への出入りを全面的に禁止しているの。どうやら鉄郎団は七に追い込まれたようだ。ベリアルが動いたに違いない。町に潜入する方法を見つけなければ。子供の頃、おじさんが研究に没頭している間、私はカルビウムを探検して回った。下水道から町に入れるはずよ。よし、調査は任せた。マグダを倒した後で合流しよう。気をつけろ。アルカーナスではマグダが罠を用意しているだろう。まあそうだな。アルカーナスへはこの門から行ける。渓谷の橋とカシム前哨基地を通る長い道のりになるぞ。砂漠に着いた鉄郎団から何の知らせもないんだ。カシム前哨基地に着いたらデイビッド隊長を訪ねてくれ。 OK。ここの品物は地面から掘り出してきたやつをきれいに洗ったものだ。何か欲しいか。今はないな。追放された貴族の多くはラットゴーレインに逃げたけれど、私は嫌よ。皇帝陛下のご乱心が収まるのを待つわ。ご立派なことです、ご婦人。では先ほど走り去った大将のことはもういいのですね。なんと無礼な。下船の者がこの私に話しかけるとは。失礼いたしました。あなた様のご憂慮につきましては陛下に掛け合われるのが良いでしょう。お店か。私の家族は
みんな死んでしまった。私のすべてはアルカーナスにあったの。もうおしまいよ。庶民の多くにとってカルディウムはその評判を伝え聞くだけの高嶺の花のような町である。この交易都市には数千年の歴史があり、魔術師士族戦争より以前から存在している。魔術師士族戦争の後は数世紀にわたって中立の立場を取っており、このおかげで近隣都市であったビジュジャンと違って破滅を免れ、交易を発展させてきた。なるほど。皇帝とこの兵どもがもっと早くおかしくなってくれてたらな。町から追い出された連中のおかげで俺の商売は大繁盛だ。この惨状を見なさい。子供を皇帝の座に担ぎ上げたりするからこういうことになるのよ。ほう。先代の皇帝陛下なら俺たちにこんな仕打ちはしなかっただろう。陛下が亡くなられてあの坊やには好都合だったんだろうな。これかさっき覚えたの。破官2世の命により市内に入ることはできん。当面全員ここで待機するように。入れてくれ。上と渇きで死にそうなんだ。死臭が漂っているのがわからないのか。陛下は私たちを見捨てたのよ。下がれ。さもなくば力ずくで下がらせる。小萌隊は俺たちを見殺しにするのか。少なくとも鉄郎団は助けようとしてくれているぞ。もう一度奴らの名を口にしてみろ。奴らでも救えないようにしてやるぞ。いつまでここで待たせるつもりだ。中へ入れろ。まあ早々に砂漠の方に。私は厳しかったが、それでも尊厳はあった。助けを求めてきたってのにこの扱いはどうだ。まるで犬畜生じゃないか。開かない。そこの小娘、この悪臭は何だ。下水ですよ。そこの穴が下水道に通じてるんです。門を閉ざされたのは皇帝陛下なりの理由があってのことだろうが、なぜ我々がお仏まみれの地下道の脇で眠らねばならんのだ。貴族様に助言して差し上げるわ。私があなたなら壁を背にして眠るでしょうね。なるほどな。早いとこ助けに行かないと。チェックポイント。こっからもう邪悪なマグダに正義の裁きを。敵出てくるんだろうけどな。旅人よ、気をつけなさい。邪教徒が砂漠の道に陣取ってるわ。通ろうとしたら殺される。知っている。私は奴らとその狩猟を倒しにここまで来たのだ。なら一人で行かないで、私がお供する。この先に幻影がある。普通の人にはただの蜃気楼に見えるんでしょうけど、ほう、私には真の姿が見えるの。邪教徒の魔術よ。あなた狙われているわね。警告に感謝する。だが罠など私にはお見通しだ。彼女はこれまでに会った誰とも違うな。彼女の肌は滑らかでまるで磨かれた象牙のようだ。それにあの目、あの目は、何でもない。おいおいおい、ああでもこれ
敵の中心から使うと強そうだね。聖なる裁きだ。Yeah。下がれ、岩の中だ。やばい、やめ時が見つからない。気をつけて、奴らが近い。どういうことだ、道は塞がれているぞ。のこのこと姿を現したな。魔物どもがお前の骨まで食らい尽くすだろう。野郷とども強えぞ。貴様らの相手をしたいと思っていたのだ。さあ来い、マルチショット。お、え、ちょっとグレネード来た。オッケー、グレネード来たぞ。グレネード好きなんだよね。オッケー、生産量が増加する、いいね。あと今度はここもなんか来たね。おっと、スパイダー。ほう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 近いまで雲になるんだ。で、これは？ちょっと使ってみよう。いいね。なぜ待ち伏せのことが分かった。私はエンチャントレス、魔術と現実の専門家よ。名前はアイレーナというの。感謝するアイレーナだが、ただ旅人を助けているだけではなさそうだな。なあ、人探しってところよ。ほう。それよりこの道を通れるようにするわね。ラクニ族を倒せ。隊長、後ろです。鉄郎団よ、住民を守れ。あなたがいなければ、皆ラクニ族の餌になっていただろう。アルカーナスに着くまでにもっとラクニ族と戦う必要があるのか。あんな獣など邪教徒に比べれば大したことはない。奴らは砂漠にある2カ所の隠れ家から魔術を使って黒の渓谷の橋を見えなくしているのだ。ほほ。北にある遠吠えの大地に向かいましょう。邪教徒の魔術はそこから発生しているみたい。なるほど、2カ所だね。まあこっちから行ってみましょうか。あ、雲になってるな。いいね。どうよ。死んでる。また幻影ね。邪教徒どもは足跡を隠すつもりだったらしいわね。でもこんな弱い術じゃ簡単に打ち消せる。この足跡をたどれば奴らの隠れ家に行けるはず。儀式を止めましょう。他に魔術の痕跡がないか調べてみるわ。オッケー。
いい感じ。で、ここになんかあるな。白っこの洞窟。よし。行こう。他にもいないか。いないね。何もないぞ。行き止まりっぽいぞ。なことない？けだものどもめ、八つ咲きにしてやる。OK。
おっしゃ。止まれとしてここか。さあ。ここから入るっぽいな。欺瞞の帝王は邪悪なだけでなく狡猾だ。奴を倒すには基地を働かせる必要があるだろう。私とて欺きの術を知らないわけではない。遅れは取らないさ。ああ、やつがどんな策を浪費しようとも、それに対処しなければならん。よし、じゃあ、切りもいいんで、ここで一回中断して、お風呂から戻ったらね、ここから再開しようかな。そんな感じに思ってます。お疲れ様でした。ありがとうございました。